小北ッケ自然公園は、兵庫県加西市東県坂町にある自然を利用した公園。公園内の笠松山麓の岩に掘られた巨大な石仏公園のシンボルであり、笠松山と全坊山を結ぶ公園内の吊り橋、小北ッケ自然公園石彫り体験などが体験できる笠松山、全坊山という二つの低山の形作る。 谷筋の自然の地形をそのままに利用した公園で、1993年に完成。谷に添い東西に伸びており、その距離、約 2km、広さはおよそ甲子園、球場37個分にもなる。自然に触れ親しむための公園であり、キャンプ、ハイキング、バーベキュー、川遊び、石彫り体験などが体験できるが、遊具の類は一切ない。園内には、 大柳ダムがあり、四季折々の湖水風景が手軽に鑑賞できる。強上な霧通しの峠付近には吊り橋がかかり、公園のシンボルにもなっているが、この吊り橋によって笠松山、全坊山の二山がハイキングコースとして結ばれている。園内には小北家寺のほか、石堀アトリエ館、NHK 大河ドラマ、宮本武蔵ロケ地の石碑、六地蔵、地蔵菩薩、 七福神の石像、魔害物、薬師三尊物などが見られる。また、春には桜、筒子、秋には紅葉の名称となる。園内には小北家寺があり、小さい道とともに、鉄筋コンクリート作りの収蔵庫が建てられ、国の重要文化財に指定されている、石像浮き彫り如来及び両脇地像が収められており、有料で拝観できる。アスカ時代後期の作で、 日本最古の石仏と,と言われる。この他、周辺には多くの石仏が存在する。公園は、笠松山と全坊山の二山の合間にあるため、登山の基地としての利用も多い。小北家寺は、笠松山の登山口にあり、片道約30分の工程で手軽に、低山俳句が楽しめる。この霊山は、200メートル級と低いながらも、荒々しい岩肌が特徴で、 低山とは思えないピラミッドの角錐のような雰囲気を備えているため人気が高い。笠松山の頂上には展望台が設置され360度の眺望を欲しいままにでき天気の良い日には明石海峡や淡路島が見渡せる。鉄道自業者ありがとうございます。